今日もね、悪口についてお話しさせていただきたいと思います。口を開けば悪口ばかりという人がよくいらっしゃいますでしょ陰口、愚痴、悪口、不平不満、誹謗、中傷、真っ黒いね、本当毒ばかり、それこそ飼えるビやね、もうマムシみたいなものやもうどん,どん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 口から一年中吐いてる人。嫌ですね。こういう人ってね、そのまんま自分をね、 あの、その口から出たものがね、見えないオーラになって、その人を包んでね、非常にね、どんなにね、造形的にはね、ちゃんとした顔立ちの人でもね、ものすごく醜い顔の,の、ね、雰囲気の人になるんですね。うん、何顔の人ね、汚らしい、なんかこう、本当と、ドブみたいな感じの人だな。綺麗な服を着てるのにね、ちゃんとした顔してるのに、なんでだろうと。 結局、根性が汚いんですね。こういう人のそばにはね、誰も行きたくありませんからね。そうすると陰口を、自分もこんな陰口を聞かれるようになるし、あの人のそば行くと憂鬱になってイライラするんなて、ろくな話しないんですもん、人の悪口ばかりって。で、そうすると、それを聞いてね、気持ちよくなって嬉しくなる人ってのは、同じ同類のね、似たようなね、本当にマムシカね、ダカツのようなね、 なめくじみたいな仲間の人しか集まってこないんですよね。そうすると、ますますマイナスが広がっていってね、泥沼に落ちてしまうんですね。だからマイナスオーラね、自分自身がね、まともな世界から相手にされなくなって、それで悲願で、妬んで、そんなんで、とそうすると、ますますこの愚痴と悪口を言いたくなる。悪循環になるんですよね。 でああ、悪口ばかりのインターネットの掲示板だとか、テレビのコメンテーターだったね。あお笑いの連中にしたって攻撃的でね、人を引っ張いててみたい悪口言ったり偉そうにしたりね、毒だらけ。顔がみんな見にくいですよ。で、今ね、優しさの時代に突入したからね、ほとんどそういう人はね、嫌がられてますね。仕事がどんどんなくなっていってますよ。うん。で、そして、あの、悪口っていうのはね、 もう魔界人ですからね、なるべくね、あの、そばに寄らないし、合わないことですよね。そして、まあ、あの、見ざる、聞かざる、言わざるっていうふうに、とあ,あの、あそこ、日光堂東照宮にもね、あの、左神五郎のね、ああ、彫、ね、ったものがありますけれどもね。まあ、つまり、人生君なんですね。もう、嫌なこと、悪いことは見ない。ね、聞かない。言わない。で、そうすると無事に、 すり抜けて人生を平和に送れるということなんですね。うん。で、そして特にね、親御さんはね、あの、子供のね、人間のお手本ですからね、子供の前でね、お互いの悪口は決して言っちゃダメですね。女房の悪口はね、言われたあ、この女はね、あの、軽蔑してもね、どんなひどい目に遭わしてもいい女だ子供が思いますからね、大きくなって、このクソババとかね。 いろんなことを足げにしてみたりね、言うこと聞かなかったりする。で、今度は逆に、ま、お父さんと来たらこうこうこうでって言っ天使の悪口を子供に言うと、子供が今度は親のことを軽蔑したら憎んだりするようになるんですね。ですからね、言いたくてもね、あの子供の前であ決して、自分たちの悪口のいい子はやめた方がいいですね。うん、ととにかく口からはね、 あの、宝石だけ出してればいいんですよ。そうしるとみんな人が寄ってくるし、人にも好かれるし、その悪口、陰口、もし言われてもね、あ、これはね、トカゲやないか、でも私たち人類とは関係のない、魔界の人間だから、悪魔の寝言だからということで、取り合わないことですね。見ざる、聞かざる、聞かざるですね。だいたい悪口を言う人というのは、 人格的に最低の魂を持った人間で、ね、あの、お付き合いする人種じゃありませんから。